さあそれではね、後半始めてまいりたいと思いますけど、まあ、いかがだったでしょうか。なかなかね、普段聞くようなお話じゃなかったし、山下何言ってんだと思われた方もいらっしゃるかと思いますけども、まあまあなんとなくね、あ、時代は変わっていってるんだなっていうことだけ掴んでいただければ結構かなと思います。と今日このね、なんかなんだその食品産業化っていうのはって思われたかもしれないけども、ちょっとここを頭の片隅に入れていくと、今からいろいろテレビ見たりいろんなところから聞く情報だ、あーなんかやっぱりそっちの方向なんだってことをちょっと気づいていただければ、まあ、結構かなっていうふうに思っております。さあそれではですね、ちょっとこれから先はですね、こちらお金を残す考え方と稼ぐ農業のビジネスモデルっていうふうな話をします。まあ、ちょっと話変わります。先ほどはどっちかというと、これからの農業ビジネスってどうなるんだろうっていうふうな話でした。未来予想図ですね。で実際じゃあ今稼ぐ農業、利益を残す農業、もちろん皆さん方も利益十分残していらっしゃいますので、もう釈迦に説法みたいなお話なんですが、まあ、あえてこのお金を残す考え方というのはちょっと改めて皆さんで復習していきましょう。はい、じゃあまずはこちらですね。この、私が考えたわけじゃないですけども、世の中に一般的にとされている、農業経営の方程式ですね。これはもう皆さん方も経営をしてらっしゃるから、こんな方程式知らないよと知らなかろうが何だろうが、多分皆さん方も毎日これをやってらっしゃいます。単価×出荷量、出荷量、そして売上、そしてそれから経費を引いた残りですね。これが利益になります。でこの、売上から経費を引いた残りが利益になるんですけども、じゃあそもそも売上を上げる、皆さん方が毎日農作業を頑張る、毎日、朝早く起きて、仕事汗を流す、何のためにやってるのか、これも僕も農業やってる時ずっと自問自答して、俺何のために農業やってるんだろう。でも僕の中ではもう答えも明確でした。どうやって売り上げを上げるか、どうやって売り上げを上げるか。私はもう夫婦で、ナスをやってた時は一旦400万、4単ですので四死1600万、売上も1600万ぐらいの夫婦の経営でした。で、スイカをやってた時は父は夫婦2人で、まあ、2000万から3000万ぐらいですから、まあ、父の経営に比べれば私と妻でやってた経営は1600万で、こともあろうにほうれん草に切り替えた時はもう売上1200万です。もう売上下がっとるやないかいとただ売上は上がらなくても経費が低ければ利益は上がります。まあ当たり前ですよね。で僕はある時からやめました、売上を上げるの、売上上げちゃダメじゃなくて、売上を上げるのをやめたのは理由があって、目的を変えたんです。目的で、どんなふうに目的変えたのかというと、売上を上げる努力をするんじゃなくて利益を上げる努力をしようっていうふうにカチャッと変えました。カチャッと変えました。なぜかというと、それまで僕は一生懸命売上を上げよう、売上を上げようって、でも売上ってどうやったら上がるんだろう、あ、そっか、単価かける卸単価かける量だ、卸単価かける量、仮にここがキロ100円だったとします。キロ100円で10トン取れば100万です。100万です。このように単価かける量が売上だとするならばですよね、お、絶対出荷量上げよう、一旦あたりどうやって上げるかって、めちゃめちゃこれも日本の農家がみんな頑張ってます。もう農業普及センターも農協も一生懸命単種上げよう、単種上げよう、単種上げようってやってます。で本当は単価も上げたいです。単価上がれ、単価上がれって。でも残念なことに、この単価は我々の力ではコントロールできないというふうに悟ったんです。なぜか、例えば卸売市場の中ではこの単価というのは需要と供給のバランスで決まります。需要と供給のバランスで、この需要と供給のバランスで欲しい欲しいという人が多い、だからあるよってあるよっていう人と欲しい欲しいって、この需要と供給、欲しい人がたくさんいてあるよっていうのが少なければ値段は上がります。ところが欲しいっていう人よりもあるよっていうのがたくさんあれば値段は下がります。そうなんです、需要と供給のバランスで値段は決まっている。
そこで我々農家農民農業者はどういうふうに考えるかというと、俺はできて他のやつができなければいいって思うんですよね。そうですよね。俺はできる、でもみんなはできてほしくない。それを何と言うかというと、農業技術と言うんです。俺だけができるようになる、みんなはできてほしくない。なぜか、みんなできたら安くなるから、だからできれば福岡県以外の農業改良普及センターがなくなればいいんです。そしたら技術がなくなるから福岡県だけの技術が上がります。もしくは、まあ、福岡県がされてるかどうか分かんないけど、絶対自分たちの技術を教えない、ね、まあ、もちろん品種はそうですけどね、などなど技術が伝達されなければいいんですよね。ただ日本の農林水産省はそれは許しません。なぜか、福岡県だけが潤ってくれるのを農林水産省は求めてないからです。国が求めてるのは日本というのが豊かになってほしい、そういうふうに考えています。だから技術というのは全国にどん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 普及していって、切磋琢磨しながら全体的にレベルが上がっていきます。まあそういうことですよね、はい、でそこでこの需要と供給のバランスの中で、いやもう今年は高かったななんて、いやおめでとうございます、なんか高かったらしいですねって、それは果たして技術の力なんだろうか。なんかよくよく考えてみたら、なんか栃木県のイチゴがなんか病気で全滅したらしいよって、イチゴがなんか全体的に足らなかったらしいよで上がってるのかもしれません。これ分かんないですよ。つまり技術で単価が上がってるのか、需要と供給のバランスで上がっているのか、これをまず知らなきゃいけない。もしこれでいけてるんだったらいいですよね。これでいけてるわけだから、需要と供給、ネックなのは需要と供給です。でもこの需要と供給で単価というものは乱高下するものなんです。私はスイカを作っていました。スイカのライバルはどこだったかというと高知県です。スイカを作っている時はですね、台風18号が発生しました、太平洋沖で台風18号、920ヘクトパスカルなんて言って、まあ、当時ミリバールなんて言って、高知に行け、高知に行けって思うわけですよね。高知に行け、そうすると、熊本の方が高くなるって。でその後那須に切り替えました、ね、また太平洋沖に台風が発生します。その時にも、ライバルは高知県です。で高知に行け、高知に行けって、別に高知に何の恨みもないですよ。高知に誰も親戚もいなければ友達もいないんですけども、そのくらい我がことを考えるわけです。自分さえだと、そうでしょうね。我が家の家庭が、我が家の家計が一番ですから、まあ、そのように需要と供給によって変動する単価、技術でやるならば問題なんだけど、もし需要と供給で左右されるような立ち位置にいたとするならば、ちょっとこれ難しいな。じゃあ売り上げを上げるために努力するのはこっち。やっぱもう4トン取るより5トン、5トン取るより6トン、6トン取るよりっていうふうにこっちで頑張るしかない。だから今日本の農業っていうのは、単種を上げるためにはどうすればいいのかという技術を教えるわけですよ。で皆さん方も勉強してますよね。ところがなんですよ。ところがなんですよ。はい、じゃあ山下さんね、山下さん、それじゃあね10トンしか取れないですね。もうちょっと収量を上げるためにはこの陽面散歩ちょっとかけた方がいいですよ。ああそうですか、分かりました。じゃあ陽面散歩12,000円、週3回やってくださいって。あ、1ターンあたり、うわ月3万、ってことは5ターンあるから月15万、うわマジか。でも収量上げなきゃ、だって売り上げ上げたいから。ああ山下さん、それよりかこの肥料使わんといかんですね。あ、今使える肥料じゃいかんですよ。あ、もうちょっと余暇肥料も使わんなんて。あ、有機肥料の1俵4500円とこ、まあそれをね、なんで、一旦あたり50俵も入れなんてですか。あ、わかりましたって、ね、それで20万、でも収量おかげさまで、あ、11トンになった、よかったって、これで売り上げが上がるって。いや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 、経費も上がる。いや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 、俺も収量が上がったけど、全体的に収量が上がって単価は下がるって、地獄、まさに地獄、何やってんだ。この農業経営方程式をどこまで理解しているかということなんです。もしこの農業経
経営方程式を理解してるならば、お金がなくて農業を辞める人はいなくはずなんです。でも誰がこれを嘘を教えてるんでしょうか。どこの先生方がこんな分かりやすい方程式なのに、この利益が出ない農家さんを年間10万人も出してるんでしょうかってことですよ。なぜ農家はこのこんなシンプルな簡単な方程式が分からないんだろうかって。僕は逆に聞こう、利益の出ない理由がないと。儲からない農業ってどうすれば逆にできるのかって、理由が分かんない。こんな簡単な方程式があるのに、というようなのを皆さん方がどこまで理解してるかなんですよね。この稼ぐ農業のビジネスモデルっていうのは、単純にこの方程式が分かって売上より経費が下がってる人が勝つに決まってるんですよ。で、経費を下げる努力をするか、売上を上げる努力をするしかないんですよ。じゃあ売上上げる努力って何ですかって言ったら、単価上げるか出荷量増やすしかないんですよ。じゃあ出荷量増やしますって、だから経費を上げないように出荷量を上げなきゃいけないんです。それが技術なのに、経費をバンバンかけて収量を上げる技術を技術者が教えてたとするならば、それは悪です。その方程式を知らない人なんですよ。まあ皆さん方はもちろん利益上げてらっしゃるか、そんなことはないと思いますけど、そういうことがまかり通ってる農業業界で苦しんでる農家がどれだけいるかの一員だったんです、僕は。なんでこんなに一日仕事してるのに儲かんないのって、これを知らなかったから。いやいや、山下お前農大出てるんだろって、すいません、農大でほとんど勉強してないんですよ。まあ農大でも教えてくれてたと思うんですけどね、でもこれ以上でもない、これ以下でもない。じゃあそこで、じゃあ私は今全国の農業者さんに一体何やってるのかって言ったら、答えは一つです。出荷量を上げる方法は僕は一切触れません。知らないわけじゃないですよ。土作りのやり方も当然、野菜作りもやってきたし、ね、土壌構造も分かるし、有機栽培もやってきました。だから収量を上げる方法を知ってますけど、難しい。経費を上げずに収量を上げるのは非常に難しいから、ここは触らんどこうと思ってます、私は。それも専門家に任せます。じゃあ山下が得意なのは何かというと、単価を上げる方法と経費を下げる方法です。だから私は引っ張りだこなんです。引っ張りだこで、後半は単価を上げる方法を言います。単価を上げる方法で、今からはこの経費を下げる方法の話に行きます。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。